はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、コロムシでございます。当チャンネルはポケカの高騰下落に対し勝手なる持論を好き勝手ぶちまけているチャンネルでございます。ご興味がありましたらぜひ、チャンネル登録グッドボタンをよろしくお願いいたします。さて始めてまいりますが、そういえばですね、診断情報がですね公開されましたよね。もう皆さんもチェック済みかとは思いますが、10月18日発売予定、超電ブレイカーでございます。これね、名称とパックの外観の初見っていうんですかね、4年前のこの時期に発売されていた仰天のボルテッカーがよぎるのはコロムシだけでしょうか。やはりね、ピカチュウは何かを起こしそう、まあそんな感覚がちらついてしまいます。今回もなかなかヤバそうな収録内容だと思われますね。まずピカチュウ EX が単純に強そうです。特製の頑張りハート、まあ要は一度では倒れません。倒すにはね、ターンがもう一つ必要な中、打点300のねトパーズボルトを持っています。かなり厄介かと。しかしテラスタルの特徴であるエネルギー3種が必要なので遅いだろうという中、こちらそうですね、こんな子もいるんですよね。レアコイルの過剰放電、気絶はしますがトラッシュのエネルギーを3枚好きなようにつけられます。テラパゴスの技プリズムチャージもそうですね。こちらは山札から3枚、直接つけられるってやつですね。なんかね、ゴッツアンプリファイの鉄のカイナともね相性良さそうな感じもしますしね。待てよ、これ雷強くなりそうですね。雷中部位の技でトラッシュいった基本エネルギーもレアコイルで持ってこれますし、レアコイルでサイド1枚くれてやりますからカウンターゲインが発動でき、無色1個減らせるからカイナもすぐ打てるし、カウンターキャッチャーでシステムポケモン連れてこれるし、カウンターゲインとカウンターキャッチャーはペパー一発で持ってこれるし、なんか動線ちゃんとできてる感じしますね。あー、まあこれは雷いいんじゃないでしょうかね。エーススペックのねミラクルインカム、これもね普通に強いですしね。バザマシンフローライト、エネルギートラッシュで全回復がね、まんまもみですねこれね。まあこんなようなのが含まれてます。またデッキ環境がね大きく変わってくるかもしれませんね。10月18日大変楽しみでございます。ということで、本題に行きましょう。早速ですがこちら行きましょう。ピカチュウ VMAX の HR でございます。2020年9月18日発売、先ほどお伝えしましたね、仰天のボルテッカー収録でございます。この人はですね、この最近このハイパーレアというやつを追いかけてますね。まあ最近っていうかずっとなんですけど、よく紹介しておりますが、実は VMAX を紹介するのは大変珍しいんですね。トリジャさんのグラフを確認してみましょう。はい、約1万9000円ということで安くはないカードでございます。1年間の動向はほぼずっと下落、3万8000円でしたかね、だったんですけども、1年かけて半額ぐらいになった、まあそんな感じでございますね。もちろん、これを紹介したのは超電ブレイカーが出るタイミングだからということもありますが、それだけではございません。ピカチュウというキャラクターの強さはこのチャンネルでも散々お伝えしてまいりました。同時にカード化された数も肌感ですがダントツだと思われますね。ノーマルを含めたら市販パックからよく出てきますしね、プロモカードもピカチュウ率はダントツでございます。それだけの数を輩出しているなのに、付く価格も強い、ポケカの中でも反則キャラクターだとコロムシは思っております。想像できない動きをしてくるキャラクターという意味でもね、もう一番だと思ってますからね。そんなピカチュウなんですが、HR、 要はこのハイパーレアはですね、極端に少ないっていうことをご存知でしたでしょうか。なんとですね、たったの2種類なんですよね。嘘でしょってね思われる方もぜひ調べてみてください。心の内間違えてたらごめんなさいね。でもないと思います。これだけカード化されてきたピカチュウがたった2種類ですよ。たったのですよ、笑っちゃいますよね。何度もお伝えしますが、 HR というレア度はサン&ムーンとソード&シールドのみ、ただでさえ少ないわけですから、当然といえば当然なのですが、あのピカチュウがですからね、見過ごすわけにはいきません。ご覧いただいている通り、もう一つはピカチュウ&ゼクロム GX でございます。このカードも散々紹介してまいりました。価格ももちろんですが、なくなってしまう可能性がありますよということでね、お伝えしてまいりましたが、年間の動きを見てください。今年の頭あたりではちらほらあったようですが、在庫は全く安定しておりません。一度今年の6月に出てきましたが、一瞬でなくなったようですね。そこから一度もオンラインでは販売されていないんです。もし、店頭とかで見つけたら即購
購入案件だとは思いますが、6月の9700円ですかね、最後は。では手に入らないと思われます。というような形でお伝えはしてきましたが、現在これを言っていても仕方ありません。もうありませんからね。ということで、VMAX なんです。ピカゼクと比べると2年ほど新しいカードではございます。そんなピカチュウ VMAX も4年が経ったんですね。狙っといていいカードだと思いますので、コロムシも欲しいリストに追加しております。予想では、もう間もなく在庫が枯れ出すと考えております。カードらしさも備品価格24,800円、在庫数はたったの5枚でした。もう危ない感じですね。冒頭でもお伝えしましたが、ピカチュウだけは何が起こるかわからないキャラクターでございます。ある程度価格の動きには傾向というものがあったりするカードが多い中、それをですね無視して突っ走ったりすることもあるんです。そのため大変動きが読みづらく、目星がつけづらいです。ということで、とりあえず所持しときゃ間違いねえだろうという観点からですね、これうちの欲しいリストに入っているんですね。皆さんはどのように感じるか、どのように捉えるか、これは分かりませんが、これうちの考えとしてはこのような形でしたので、今回紹介させていただきました。次行きましょう。こちらです。ギャラドス GX の HR でございます。またまたハイパーアレアですね。もう丸7年が経ちました。2017年9月15日発売、超次元の暴獣に収録されておりました。超次元の暴獣と言いますとですね、ルザミーネがおりましたね。リリエのお母様でございます。まあこれもね、収録されていて有名なパックなんじゃないかなと思います。さて、早速トリチャさんを見てみましょう。はい、ですね、7200円ということですね。グラフを見ますと、まあバッチリ下がってきておりますね。1年前は 14,800 円くらいですから、まあこれも約半額ぐらいになったのかな。まあそんな動きでございます。紹介理由、これはただ一つです。ギャラドスは大人気であるコイキングの進化です。価格だけを見ていたら遅れを取るかもしれないということなんですね。要は先ほどのピカチュウと全く同じ考え方です。グラフが乱れたりはしておりませんが、現在の在庫は駿河屋さんのみ、カト所での在庫はございません。この7200円は完備品の価格なのかも分かりません。完全に在庫が枯れる一歩手前なのかもしれないので紹介をさせていただきました。これが枯れてしまったら、さっきのまあピカチュウみたいな感じですね。まあ VMAX も確認をしていきたいなと。で、一応見てみますが、現在1480円ということで、まあ、気にするレベルではまだないように見えますが、こちらも在庫が駿河屋さんにしかないのが若干気になりますね。キャラクターによってスピード感はバラバラですが、結局のところピカチュウの時にお伝えした動きが起こると思っております。このように見ていくと、多分このカードもこんな動きをたどるのではとかで、ね、もしかしたら価格は大したことないけど枯れ出しているから手に入らなくなるかもしれないなとかね、そのような予想をしていきながら行動していただきたいなと思ってるんですね。ただでさえ今紹介しているのは HR でございます。息が短い上に SR より収録数が少ない、まあそんなレア度なんですね。例えばこちら、5年前のですね、2019年3月1日に発売されたダブルブレイズ収録のマーシャドウ&怪力 GX、 めちゃくちゃ人気があるというわけではなく、高額カードである印象もございません。しかし、トリチャさんを見てみますとですね、価格は2480円と可愛いものですが、在庫は昨年の12月22日が最後で、その後一度も、オンラインで販売されておりません。このようなカードがコロムシの中では熱いと思ってるんですね。価格だけで見ていると気づかないことがあるってことですね。人気のコイキング関連で、今回はギャラドスを紹介しましたが、このようなカードは他にもたくさんございます。価格と同時に、過去の動向と在庫数をチェックすることで、カードによっていろいろな見方ができます。自分なりの予想を立て先に動く、まあその参考になるかもしれないなと思いまして、今回ギャラドス紹介させていただきました。下落している今だからこそできることなんですね。皆さんならどうお考えになりますでしょうか。はい、今回も最後までお付き合いありがとうございました。そろそろ、コロムシが入手したカードを元にですね、紹介していくことも考えております。次回以降もお楽しみに。勝手な見解での構成ですから、正解ではない適当に楽しむ配信であることをお忘れなく。本日はここまで、また次の配信でお会いしましょう。それでは皆さん、バイバイ。